どうもミノカモーンズヤビーです。はい、今日はですね、ビバリーヒルズに来ております。見てください、この風景。はい、こちらジナムスレコーディングスタジオ、お邪魔します。失礼します。こんにちは。あ、こんにちは、吉田さん。どうも、ジナムスレコーディングスタジオ吉田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、楽しみですね。はい、はい、頑張りましょう。はい、はい、改めましてこんにちは。こんにちは、ヤビーです。よろしくお願いします。吉田です。よろしくお願いします。吉田さんが、はい、本名の方が、はい、外国の言葉。そうですね、フルネームだと吉田ウェスレイです。ウェスレイ、はい。おお、かっこいい。もっともう日本語も全然。そうですね、こっち育ちだからね。日本の育ちで、はいはい、どことの国との。うちね、結構混ざってるんですよ。まあ、お父さんが、日本人で、はい、お母さんが、はい、ブラジルと、はい、アメリカのハーフなんですよね。あ、なのでちょっとぐちゃぐちゃっていうか。はい。すごい。言葉もね、うん、結構ぐちゃぐちゃで、うん、まあ、どっちかというと、うん、日本語が下かな。あ、そうなの。英語とポルトガル語かな。ポルトガル語、はい、すごいですね。僕はもう、ね、日本語しか喋れません。日本語で十分です、うん、はい。ここは僕ビバリーヒルズで紹介しちゃったんですけど。違いますね。違いますね。ここはね、やっぱ確かに雰囲気はね、雰囲気はある。しかもビバリーヒルズ行ったことないのに。綺麗ですよ。綺麗です。岐阜県蟹市なんですね。蟹市です。はい、蟹市の、レコーディング、ジナムスレコーディングスタジオということで、はい、でそのレコーディングの、まあ、エンジニアといいますか。そうですね。あ、はい、すごいですね。ありがとうございます。会社はもう全体で、まあ、ご家族で経営されている。そうですね、はい。まあ、スタジオは、うん、僕が担当なんですけど、うんうんうん、まあ、いろんな、企業やってます、会社の方も、うん、素晴らしい、はい。以前お聞きしましたところ、スタジオをやるにあたって、もともと音楽っていうのもいろんなところで修行されたというか勉強されてきた。そうですね、もともとはギタリストだったんですよね。そうそうそう、若い時からずっとギター弾いてます。確かにギターがいっぱいあります。こうちょっと見えないかもしれないけど。そうですね、はい、もともとギターやってて、はい、で自分のプロジェクト、はい、レコーディングしたくて、うんうんうん、そこから学んで、まあ、本当独学だったんですよね、はい、で最初は、はい、で5年ぐらい独学全部ね自分でやって、はい、やっぱ独学だと制限があるじゃないですか、うん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 、そこはここまで乗り越えないっていうか、うんうんうん、やっぱりいくらね調べてもいろいろやっても、うんうんうん、でその理由で勉強、海外に勉強しに行きました。うん、おー、え、海外は、アメリカ。アメリカで、はい、はい、LA で。LA で、はい、あ、ロスですね。ロスですね。あ、じゃあここはロス風ですね。そうですね、どっちかというと、はい。雰囲気的は、はい。で、今回ですね、ローゼルっていう、このローゼルの。かっこいいですね。はい、ローゼルの、曲をですね、はい、僕まあ、1年前からこの曲を作った時に、はい、英語にして歌いたいと思ってたんです。おお、もともと。もともと。なので、すごく、歌詞もですね、その1年前からこう、うん、英語にするなら、すごくこう、簡単な日本語にして、はい、歌詞もすごい、ストーリーも簡単にしないと、ちょっと英語にするの難しいから。そうですね、訳すのね。はい、ただ訳すだけじゃないじゃないですか。はいはい、なんていうか、訳し、ただ直訳しちゃうと字余りとか、確かに確かに字足らずみたいになっちゃうので、はい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 、そこのニュアンスをうまく汲み取って、はいはい、その訳してもらう、っていう方をですね、ずっと探してて、吉田さんに出会えて、ああ、これローゼルやってできるみたいな感じで。確かに確かに。いい感じだったね。はい、いい感じで。英語の翻訳もしていただいて、はい、今回またレコーディングをしていただけるということで、はい、はい、楽しいですね。はい、でプレゼントをしました。プレゼントまで、開けてもいいですか。はい、どうぞ。じゃあ開けますよ。はい、はい、皆さん楽しみでね。どうだ。なんだろう、なんだろう。じゃあちょっと開けます。はい、ここでよし、これでいこうか。ちょっと硬く縛っちゃいます。とか、はい。お、お、お、見えます。T シャツ、T シャツ、T シャツがもらいました。はい。ローゼルの T シャツ。お、ローゼルの。はい。開けていいですか。あ、どうぞ。はい。開けまーす。この黒版ですか。黒版です。おお。
せっかくローゼルを作ってもらうので。L サイズよろしかったですか。大丈夫です。ああ、よかった。太気味なので、はい、ちょうどです。かっこいい。わあ、ありがとう。ローゼル。はい、ローゼルです。はい、です。ちなみにすごく美味しいです。この前食べさせてもらったんだけど、はい、めちゃくちゃ美味しいです。はい、この間、はい、あのお持ちしましてね。そうです。ファーストコンタクト。お茶を飲んで作って、はい、はい、美味しかったです。よかった。はい、ありがとうございます。私もあのローゼルを作っていきますので、お、はい、ぜひできたら持っていきますので、ぜひぜひお願いします。で、ここのスタジオはなんかいくつかこの部屋がありますね。ありますので、はいはい、もしよければちょっと見せてもらって。はい、はい、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。わあ、広い、すごい。ありがとうございます。ドラムもありますね。はい、ドラムありますね。はい、はい、あ、吉田さん、ぜひ中入ってください。いいですか。邪魔します。はい、そうですね。すごいかっこいいですね。18畳、すごい広いですね。はい、もうここはもうバンドのレコーディングもできちゃうっていう感じですね。そうですね、どっちかというとレコーディングの方ですね。リハーサルもやれるんですけど、まあ、メインでやってるのはレコーディングです。はい、はい、なるほど。アンプとかね、アンプもあります。はい、選んでもらえる。わあ、すごい、はい、これ、すごいですね、この機能、反響の反響音ですね。反響、はい、はあ、防音とかそういう反響音とか、はい、いろいろあるんですけど、はい、レコーディングのためですので、まあ、どっちかというとその、はい、デッドにするよりか、うん、反射、うんうんうん、することが大事ですね、はい、面白いですよね。すごいですね、これもう本当に耳のいいやっぱりエンジニアの人だからこそ こだわりのっていうか、ね、そうですね、まあ、レコーディングでね、うん、たまに吸音ばっかり使って音をデッドにしちゃうことが多いんだけど、うんうん、まあ、こういうレコーディングの場合は、吸音じゃなく吸音だけじゃなくて、うん、まあ、反響音もね、うんうん、考えてやってます。はい、ありがとうございます。まあ、ここはミキシングルームといって、はい、いろんな、機材とかね、ハードウェア、うんうんうん、で、プロトゥーズで、使ってレコーディングしてます。おお、すごいですね。もうこれはなんか、まあ、僕が見てもちんぷんかんぷんというかこのつまみを使いこなせるいうことは無理でしょうね。面白いですよ、ね、全く分かんない。大丈夫です、はい、じゃあこっちの部屋、はい、ますか。ほう、お、またこちらは違う感じですね。そうですね、つながってるんですけど、このガラスでつながってるんですけど、はい、また、まあ、一発撮りの時とかね、はい、で使ってます。へえ、すごい。あともう一つは外にあるんだけど、はい、また今度でしょうか。また今度です。そうですね。はい、暑いしね。暑いしね、確かに。はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、それぐらいでいいよ。And when I noticeNotice. When I 忘れたメロディーが。And never notice. And when I know this. Notice. And when I know this. そうです。Many many seasons have passed. 全然いける。Okay. いい感じ。いい感じ。だって日本人がね英語で歌うって難しいですよ。本当ですか。うん、難しいです。意外にね日本人は難しい。ていうかアジア人ね結構難しいです。ああ確かに、はい、中国の方が英語歌ってるのもちょっとやっぱりそうですね、はい、違うなって発音が、はい、難しいですよね、はい、じゃあ軽く歌ってください、はい、And when I notice many many seasons have passed out of time I thought about one was I growingSometime I'm looking back to the old days. They are. あ、これちょっとずれちゃったな。Sometime I look back to the old days. I hurry. あ、そうですね。And I couldn't even try to face myself. As a child.I thought that I could never have a romance as a day at a time. I thought that I could. 違うな。あ、違う。違う。下、上が違う。I don't romance. I didn't try to jump over my trouble in my fear, but I realized that I couldn't let me die. I screaming over.Oh, I'm screaming out the end. I'm going to change myself. I am going to find a new love waiting for me. And this time, I'm not
say to get high, I handy on get her, get high, get her, get high, get her, get her, get her. I afraid to get high and hate hiding anymore. Hating anymore. Let's be in this field up and living in the beautiful sky, blue sky of cement. Love on say, I'll be love it, lover. Good. 一番ですね。Good. はい。めちゃめちゃでかい。めちゃめちゃでかい。8番。8番。8番をクリックして、で、左につまみを下げてください。はい。はい、とりあえず今2個ぐらいにしてます。はい。Never notice and when I notice and never notice and when I notice OK 満喫しましたよよし訳すたびにうん、はい、見えます見えます大丈夫そうもう一個あるオッケーです。はい。はい。じゃあ、あとは。I need to try jump, jump, jump. I need to try to jump, jump. OK. Jump. I need to try to jump, jump. はい。次の、the planter, planter, planter. The planter is not.The planter is not enough to feed that big and wonderful love. Wonderful love. Wonderful love. Okay. The planter is not enough to feed that big and wonderful love. Wonderful love. Love. Wonderful love.I am going to find a new love. あ、ごめんなさい。This land through with you, side by side. I wanna pick this red fruit. This red fruit. This red fruit. I wanna pick this red.Let fruits. Hi. Let it grow. In a warm place, let it grow. In a warm place, let it grow. In a warm place, let it grow.In a warm place, let it grow, Lord Zen, beautiful flower. いい感じ。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、よかったです。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。こちらこそ、頑張りましたね。1時間半ぐらいですかね。はい。全然よかった全然順調だと思いますよ。はい、分かった、はい、分かった。いい感じです。時間も気にして僕いつもレコーディングするとき。あ、そうなんだ。はい、いや全然もう余裕です。はい、頑張りましたね。本当に頑張りました。あのアドバイスが常にそうですね、言ってくれたんでよかったです。はい、いや楽しみです。やっぱ英語はね最初は難しいですよね。難しい。初だったんですよね。初です。初です。はい、さすが。いやー本当になんかもうここら辺がこう緊張して、はい、はい、でもあの良かったんで、ありがとうございます、
あのいろんなアーティストさんがやっぱりこちらで、はい、そうですね、岐阜県で、特に岐阜県で活動しているアーティスト、ね、名古屋が多いかな。レコーディングは名古屋かな、どっちかというと、うんうんうん、リハーサルはやっぱ周辺なんですけど、うんうんうん、まあ、レコーディングは小牧とか、うんうん、名古屋とか、まあ、岐阜の町の方、うんうん、あ、ギナーとかね、なるほど、そちら、はいはい、本当にすごい素晴らしいスタジオと、ありがとうございます、素晴らしいエンジニアがいらっしゃるので、ぜひぜひこちらでレコーディングだったりとか、あのリハとかやってください。よろしくお願いします。宣伝ですね、はい、宣伝ですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、締めさせていただきます。はい、はい、じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイビー。バイバーイ。